X フランクの中の一人 X、 佐藤けちゃりです。はい、ということで今回はこちら、じゃん、劇獣神祭限定キャラクターマホロバ使ってみた。来ました、マホロバ、かわいい。はい、そしてこちらね、進化と神化、はい、見ていきましょう。はい、進化のステータスこちらになります。反射&ゲージのバランス型、アビリティが超アンチ重力バリア、重力バリアキラー、ゲージでアンチワープ、超 SS 短短縮、友情コンボがコピー、そしてストライクショットが触れた敵の数に応じて敵の攻撃ターン数を増加させる、こちら30ターンで打てるストライクショットとなっております。はい、超アンチ重力バリアと重力バリアキラーを持ってると、うん、これがいい組み合わせなんですよね。本当にもうサクサクっていけるし、キラーも乗るし、そう、もう完璧なコンビですよ。そうですよねはい、でこちら友情コンボが、コピー持ってるんですけれども、はいはい、あのラックスキルで友情コンボクリティカルなんと持っているので、ちょっとね、共友情のことを連れていけば、ね、こちらもね、いろんな期待がねちょっとありますよね。いいですね。はい、そしてストライクショットが触れた敵の数に応じて敵の攻撃ターン増加ということで、うん、はい、ちょっとなるべくね、ちょっとザコとか当たりつつ、そうですね、まあ、ボスに当たるといった感じで、うん、うまく使いこなせればなと思います。はい、はい、ということで今回はこちらヘルヘイム、うん、そして覇者の塔27階で見せていこうと思います。はい、それでは超アンチ重力バリア持ってるので、はいはいはい、ちょっとね、利用して暴れます。ザコショルマイケルを吐いていけると。で、キラも持ってるので、その分ね、火力も強いですよね、うん、はい、それでは、まあ、剣を取りつつ、こうキラもね、持ってらっしゃるので、はい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 、叩いていきましょうね。はい、お、あ、すごい、キラもあるんですけど、超あんちね、重力バリアもあるからね、多く叩いていける。これはいい。これもじゃあ私も上がっちゃってもね。はいはいはい、トトトトトっていけば、おお、めっちゃいい。あー、すごいすごいすごい、助かる。いやー、これね、結構削るのね、大変ですけどね。からヘルヘイムでこれだけ削れるのは、うん、かなり優秀ですね。いいですね、うん、ちょっといろいろもう無視して、はい、殴っちゃいます。割りつつ殴る。おー、すごい、強い強い、キラー、やばい、キラーいい。超アンチ重力バリアで多く殴れる。ちょっとね、すごいわ、これめっちゃいいですよ。友情とかね、結構削るの大変ですから。はい、ゲーム、いや、いいな。はい、それでは、殴りつつ行きます。はいはいはい、キラーがねあるから。そうなの、待って、弱点なしでこの削りよ。ですよね、やばくないですか。はい、それでは超アンチ重力バリアと重力バリアキラー持ってるので、合ってる、合ってますよね。すごいな、すごいですよね。ここで素晴らしい組み合わせです。すごーい、いつまで戦う、倒していきますよね。もうボスをまるで雑魚のように倒していくマホロはコピー持っているので、アレンス当たっていきます。はいはい、こんな感じで、おお、倒せましたね。はい、これいいですね、威力もね、このぐらい出るっていうのが、うんうん、よいしょ、おお、いいですね。いや、いいですね。もうこの後はもうヘルヘイムをトトトンとやっていけばいいので、うんうん、はい、 HP がね、今マホロバちゃんいいとこにいるので、当たりに行きたい気持ちです。はい、おー、すごい、実質ね、もう艦隊みたいな感じで友情使えるの で、うん、はい、はい、それでは、2P の子がですね、今友情コンボクリティカル出てるので、うんうん、コピーだとね、威力も下がらないので、おい、トーンといってベルだね、この子がね。あ、すごい、ちゃんと倒せますからね。はい、助かりますね。ロボットカルに行く時あるから、ほんとありがたいですね。はい、はい、それではちょっと今 2P、1P 重なってて、ちょっとどっちか分からなかったんですけど、友情コンボクリティカル、あ、1P かなが今マーク出てるので、はい、当たります。うわ、ここね、ほんと殴りで割といくんですけど、友情すごい入りましたね。ゆっくり持ってるのもやばいですね。ね、じゃあ上の2ピンに当たれば、おお、もう一瞬ですね。
からフォロバーさんは自身も強いですし、うん、サポートとしてもね、このコピーがかなり生きてきますよね。いいですね、うんうん、もう1ピンにも当たっちゃいますが、はい、皆さんの友情を出してすごいよ、すごいですよ。なんか3体分ですよね、なんかコピーだからことですよね、はい、いや優秀、こういった使い方ができます、うん、はい、それではストライクショットが溜まったので、はい、もう余裕を作るために確かに大事打っちゃいます。はい、私の思い、私の願い、すべてをあなたに託します。ちょっと気持ちばかりではありますが、その後の殴りもキラー持ってるから強いね、うん、ですね。てかあれね、超アリシエルクバリアとの相性もいいですよ ね、 ね、多くね当たりに行けるっていうところで利用してね。はいはいはい、それではちょっと1ブルブルしてるんで、1ブルブルで SS 落ちます。はいはい、私の思い、私の願い、すべてをあなたに託します。すごい余裕が出来ましたよ。これは余裕がある、めちゃくちゃ。今 1だったのが5。これいいですね。しかもちゃんとね、ザコも倒しつつでもありますね。なんかスモーク痛いから、うんうん、その後 HP 怖いけど、それを気にしつつね、いや、いいです、攻撃していけるので、うん、これは助かる。はい、それではストライクショットいきます。これね、超アンチ重力バリアあるから、いや、本当にいいんですよね、相性が。多分、いろんな子に当たれる。私の思い、私の願い、すべてをあなたに託します。しょっぱな、これもう7ってやばくない？7はやばい。心に余裕ができるからちょっと嬉しいですね。神化のステータス、こちらになります。反射の砲撃型、アビリティが超マインスイーパー M、 超アンチダメージボール、アンチ魔法陣、友情コンボがメインで全敵ロックオンレーザー EL、 そしてサブでチャージショット、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点を全て出現させる、こちら16ターンで打てるストライクショットとなっております。はい、ということでこちら気になるのは新友情コンボチャージショット、うん、チャージショット、近くの敵に属性チャージショットで攻撃。はい、なのであの、まあ、マホロバがいて、うん、2P がいるとします。はいはいはい、で当たっていって、まあ、この動いてる間にチャージされるんですね。チャージ、おー、あー、チャージショット、チャージ、はい、はい、友情の威力がチャージされます、うんうんうん、で、この発動したマホロバからそのチャージショットがボンと近くの敵に飛ぶようなものになっておりまして。なるほどね。はい、チャージすればするほどなので2段階ちょっとございます。なるほど、はい、威力がそのチャージによってちょっと変わってくる。そうなんですよ、あるんですね。はい、そしてまあ超アビ2つ、はい、持ってるし、この全敵ロックオンレーザー EL ですか、うんうん、砲撃で持つの初ですよね。すごいですよね。なのでこれあの、うんうん、まあ、ザコ滅殺しつつ、このチャージショットでまあ後押しになったりとか、ボスに届いたりとか、そういう場面でちょっと見せていければと思います。楽しみですね。はい、でこのストライクショットがあれですね、モーセが持ってるような感じで弱点をね、弱点露出してくれるっていう感じで叩いていけると、うんうん、いった感じです。これ露出した後にさ、この友情コンボとかももうよ相性めちゃくちゃいいよね。そうですね。はい、ということで、うん、今回は山竹ゼロで見せていきます。はい、それでは全敵ロックオンレーザー言える、はい、これね、もう当たっとくと、まあ、でしょうね、こんなになっちゃうんですよ、うんうん、すごいですで、チャージするとこんな感じですね。ふわーって出てきましたね。はい、これをちょっとなんかボスとかで見せていこうか。はいはい、こちらもですね、ちょっと叩きも入るんですが、はい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 、こんな感じで、ちょっと待って、強すぎなんですが、強いな。ただ、まあ、割と動いてるのでチャージされて、で、これがドンと、すごい。なんか確実に敵に行ってくれるのもいいですよね。うん、これは嬉しいですよね。はい、それではちょっとこういう感じで友情出しつつ、あ、もうレーザーに、おー、レーザー強いんですけどね。おー、こうやって3個しっかりね、まあ、近くの敵に行くといった感じで、うんうんうん、今ね、雑魚勝利終わってたので、はい、その時に行きました。これで、あ、ちょっとテイザーすごい当たってしまいましたが、はい、でかいよ、だな、うほら、これ2個ね、強力。いや、これ嬉しい。これうまく見えにずれていく、はい、
飛んでくるんでしょ。いやもうね、そもそもね、あのメインの友情が強いんですけど、それに加えてこのね、チャージがやばいですよね。やばいね、なんかね、またスピンアップとか持ってるキャラとかも相性もね、うんうん、だんだん良さそうです。確かに拾って拾って拾って、あ、もうこれだけでも強いんですが、ね、これすごいでかいよ、多分レーザーだけで、うわ倒し方えぐ、オーバーキルですよ。もうひどいですねいいとこですよ、すごいよはい、じゃあちょっとこれでこう動いておりますが、どうでしょう。おおで、うん、チャージのやつめっちゃあれ大きくなってましたよね。大きかったですし、多分威力も大きいんですよね。はい、だから動いてる分チャージして威力が増すものがこう落ちてくると、やっぱ着点も捉えやすくなりますね。うんうんうん、すごい。はい、それではちょっと動きもあります。 SS 使って OK です。とりあえず山田に当たって、山田の命運がつきました。いざ玉由来に消えなさい。で、この後にこの友情が、おお、最後レーザーが、すごい。スピードパワーアップしてるので、まあこう動いてる時間が多いのでチャージもされてますよね。当たってから動いた分によってですよね。そうなんですよ。だからこの SS との相性もね、お供として連れていったらかなりいいですね。はい、それではストライクショット溜まったので、ちょっと一旦下がっていきます。山田の命運がつきました。いざ玉由来に消えなさい。あ、来ましたよ。で、これで今2個発動して、うわ、あと弱点捉えますよね。捉えますよ、そうですよね相性めっちゃいいですね。まあ、こういう風に今艦隊とかね、2体連れていくとか、うんうん、めちゃくちゃいいですね。しかも SS やっぱスピードアップするから、うんうん、より ねチャージ幅が広がるのでいいかと思います。はい、それではストライクショットをちょっと横貫していきます。はい、山田の命運がつきました。いざ玉由来に消えなさい。ちょっと外れてはいるんですが、超前を持ってたしで弱点出して殴っていけると。以上、劇中震災限定キャラクター、はい、マホロバ使っていきました。いやもうね、進化はもうちゃんと重力バリアと重力バリアキラーで相性が良かったりね、もうその他もありますけど、うん、神化のねチャージショット新しい友情コンボね、砲撃ですからね、最初からかなり魅力的でしたねいやこれもどっちも欲しくなっちゃいますよね。これも2体ゲットしたい。はいはい、それではお楽しみに。バイバイ。